授業。私は必要の魔女、日、を司る魔女、キルケと申します。次回から始まるサブストーリーの紹介をしますわね。次回から始まる 2.5 幕。必要の魔女。私は、主様の復活を果たすために私含む7人の魔女と共に幻想郷に乗り込むわ。これが私たち、必要の魔女。月の魔女デッテイ、火の魔女プリー、水の魔女テラール、木の魔女ペンプ、金の魔女パラスケ、土の魔女サーバ。私たちの活躍をぜひ新しい物語で体感してほしいわ。そして、この物語の主役はこの俺、ヒイラギカナメ。それとカナメくんのパートナーである私、チキ、オーカ。この俺、夜桜六名王こと、別影だっているぜ。あなたがいるなら、私もいることをお忘れなく。ということで今回の 2.5 幕は俺たちが主役の物語だ。ぜひ楽しみに待っててくれよな。この物語に出てくるパトパトオリジナルキャラ14名、東方キャラは12名、計26名のキャラが登場するぜ。サブストーリーってなんだろうね。メインよりボリュームが多いのは私も驚きよ。さて、本題に戻るが、今回、パトたちが不在の中、また幻想郷で何か企む奴らが出てきた。俺たちはそんな異変とどう出会い、どう立ち向かうのか、ぜひ楽しみにしてほしい。次はパトたちが旅に出て、8ヶ月後、つまり春の4月。私も成長してナイスボディーになったし、これからの物語が楽しみだね。おお、そうだな。それじゃあ次回から楽しみにしててくれよな。最新情報はまだまだあるよ。パトパトチャンネル 2.8 幕サブストーリー精霊王の 2.5 幕後に公開決定。ストーリーとしては私が旅に出て10ヶ月後、時期は6月。パトたちと別れて成長のために多くの出会いがあったわ。そしてその中、精霊を消滅させようとする人たちと対面して、その後うちにロカたちとも合流して、とすごく大変な物語だけど、ぜひ楽しみに待っててほしいわ。しかも今回は私も成長したよ。左ってロカちゃん、面影がアホでしかないわね。私だって成長期の女の子だよ。多少見た目とか体とか成長するよ。本当成長したわね、中学生とは思えないわ。というわけで、今後この2作品が公開されますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。まずは 2.5 幕必要の魔女をお楽しみに。